こんばんは、クラブフィールの行ったりやったり本日放送させていただきます。お願いします。お願いします。まず最初に前回の放送で、不適切な発言であったり、ご覧いただいている方を傷つけるような発言があったことを本当に深く謝罪したいと思います。本当にすいませんでした。そうでした。まあここから先はね、あの言い訳になってしまうんですけど、まあ彼、立花春くんがした発言というものに関しては、まあ、僕の完全に、教育ミス、そして彼の思惑というか、こういう風にしたら視聴率が稼げるというもののちょっと勘違いがあって、まあ、悪い言葉を吐いたらそれでどうにかなるとか、僕はまだ無名だから何でも、発言して最初に心をつかみたいっていうものがあってたらしいんですが、それがねどうしても的外れなことだったりとか空気を読めない発言というものがとても多くて、本当に不快な思いをさせてしまったと思ってます。本当にすみませんでした。よし。まあ、僕からは、またもっと謝罪させていただきたいんですけど、まずは本人の立花春の方からも謝罪をさせていただきたいなと思うのでお願いします。先週見ていただいた、視聴者の方の皆さん、誠にすいませんでした。まあ、代表がおっしゃったように、いろいろと僕はナイトチューブで見ていったんですけども、視聴率を稼ぐためには僕の出した答えは先週の放送だったんですよね。でそれがもう多大なる、お客様姫様の方々に、不快な思いをさせたことをさせるとは思わなくて、ここまでお店にも迷惑が、お店にもキャストのフィールのキャストの皆さんにも迷惑がかかるとは思っていませんでした。僕の軽率な行動によってこうなってしまったことに本当にすみませんでした。で今回僕はこの反省いろいろ聞いたんですけども、僕はこれから僕がやりたいと言ったナイトチューブのいたらやったらなんですけども、僕は、MC を外れます。はい、本当にすいませんでした。まあ本当に不快な思いをさせてしまった皆様には本当に申し訳ないなと思うのと、まあ、前回一緒に参加させてもらってたあのドッティと春道に関しては、まあ、いかんせん僕がちょっとね何も言わずにこう出してしまったもので、どこにどういう風に乗っていいのか突っ込んでいいのかっていうのが分からずに笑ってしまったっていうのもあって、で一部の人間の方、視聴者の方にはすごい不快な思いをさせてしまったなって思うので、今回こうやって一緒に、
謝罪させていただきたいなという形でこの時間を少しだけ、設けさせていただいたんですが、これからも当然春くんも春道くんもトティくんもこうやってナイトチューブさんには出させていただきたいなと思ってますし、店舗として足りないことがたくさんあるのは自覚しながら、少しでも罪の意識というよりは反省っていう意識持ちながら、少しずついい店舗、いい人間、一人でも多くのお客様を楽しんでもらえるようなお店っていうのは作っていきたいなと思うので、これからも、この番組で見ていただけることをお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。一旦 CM の方お願いできますか。なるほど、さすがじいさん。いや違うな、お前は顔が悪いんだ。お前はうるせえ。はい、先ほどの真面目な話からちょっとね、時間がないので一転してしまうんですが、今日のゲスト、成宮仁アドバイザー、そしてレンシグレ相談員です。よろしくお願いします。やめやめ。まず最初にね、二人とも自己紹介。うん、違うよ、お前らの自己紹介だよ。上司だそれ。はい、すぐ暴力だよね。お願いします。そういうの本当に。あ、ちょっとなんか。そっち行こうか。よし。はい、オッケー。カウントダウン TV をご覧の皆さん、こんばんは。成宮仁です。今回ニューシングル、賭けを飛ばれてもフォーエバー、みんな聞いてくれたかな。あ、誰も突っ込んでくれないんだ。これは絶対にも言わないよ。うわー、聞いてください。よいしょ。あれ、よいしょはい、次その辺お願いします。あ、じゃあ、あ、違うか。乾杯してないじゃん、乾杯してないじゃん。自己紹介、自己紹介ね。ヒールのレンシグレって言います。そうですね、あ、顔だけイケメン、ありがとうございます。いや本当ですね、本当にすごい嬉しい言葉をありがとうございます。いや本当にナルジが寄ってないっていうのもね、すごい嬉しい、嬉しくはないけども、あれだと思うんですけどもね、これからね、まあ多少っていうか、まあ結構謝罪っていうかね、不都合があったんですけどもね、そうですね、まあこれからね、うまくやっていけたらいいと思うので、これから皆様のね、ご意見とかね、いろいろ聞かせていただきたい。ペローン、ということで、今週も、グラフィールの光やってる、お願いします。おはようございます。ね、確かにね、来週も謝罪会見にならないよねって意見は、すごく真っ当で、これ、それはあれだ、俺だ、俺が何か言うと思ってる、ほぼお前だぞ。あ、なんか世の中の悪いことの全てはお前のせいな気がしてきて、言っちゃいます、もう爆弾発言しちゃいますよ。うちの代表は、俺コンタクトしながら土入りのメガネしてます。違う違う、それ言うなって言われたよ。俺はその謝罪会見は来週はしないよ。しろよ。違う違う違う、あ、そう、今回ね、10月29ハロウィンイベントっていうのを今ここで告知させていただいてるんですけど、二人にちょっと一回聞きたいのが、うんうん、女性にね、どんなコスプレをしてきてほしいか。でも代表女性にね。ああ女性か、やっぱなんか定番で言うとナースとかなんじゃない。いやそれ定番好きやから。いや今の話はオーナーのなんか俺だったらダッチャ。
ダッチャ、ラムダッチャ。あー、ラムちゃん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 、うるせえやつらのね、まあ、あの、知ってる人お前が一番うるせえやつだけど、メガネ外せー、恥ずかしい、恥ずかしい。やっぱり聞きたいのは、やっぱ代表がどういうコスプレが好きかやね、いや、僕はメガネありき、女性が、女性側がコスプレ的な、いや、僕がメガネしてるから女性側にはメガネできればない方、ガチメガネしてるから俺もね、こっちの話をちゃんとしたいんだけど、どうしてもね、目がそっちにも行っちゃうんだよね、まあまあ、まあ一応ね、女性もメガネはね、いやでもセクシーだなとは思うよ。どういうコスプレが好きなの？俺はじゃあスーツとかがいいね。で、まあ、パンティラインが見えるからか。違うわ、違う。CA 的な、CA 的な。違うっすよ、なんか今、なんか秘書的な、CA。あー、CA ではないスーツ。いや、あの、オフィスレディみたいな。だから結局そういう人に手を出すってことやろ。手を出すってこと。違う、あの、ハロウィン一番のドエロってか。ハロウィンイベントでコスプレをして。CA のお前らは違うよ。回します。違います。あのメガネっ子というか、あのメガネをかけてる女性も素敵だなと思うんですけど、あのなんか僕に合わせてネタのメガネっていう感じだったらちょっと違うかなっていう。ああ。でもまあそういうスーツ系が好きなんだ。なんかそういうバシッと。あまりね、あの僕らの仕事をしてて、あのスーツ着てる女性と合わないじゃないですか。うんうん、そうね、合わないね。だからまあ就活中そういう視点も見てみたいなっていう。いいよね、ああいうのってやっぱ、イラってくる、あ、ごめんね、ムラってくる、どっち、ちょっとトイレ行ってきていいですか、ダメだよ、ダメだよ、スーツの衣装来ないのとか、ね、スーツのメガネさんかっこいい、あ、ありがとうございます、どっちの、いや、二人メガネおるけんさ、あ、お前か、ちょっとメガネ誰かが、あ、3つメガネってさでも、まあ特典とかなんかあるの？あ、そう、今月あのハロウィンイベントにワンポイントでもいいので、うん、コスプレをしてきてくれたお客様に関しては、テキーラもしくは缶物ワンセットサービスさせていただきたいなと思ってるので、ぜひ、コスプレを、いや、もっとちょうだいよ、なんか、うん、ここでなんかまあプラス言った方がいいんじゃない？やっぱ見てくれてる人、まあ来てくれる人もいると思うんで、なんかプラスですか？これ、まあ、あのナイトチューブ代表のメガネ見たよの一言で、あ、すごい、それいい、ね、もしそれがあれば、今じゃねえやろ場内1名、ここの3人の誰かだったら無料、嬉しいやつやんあのそれがもし嫌であれば、うちの結城王子だったりとか、あのイケメン枠をもし場内したいというんであれば、あの直接言っていただければ、うん、あのそちらで適用させていただきたいかなと思います。いや大事ね、うん、その気持ちってすごい大事だと思う。逆にあの迷惑料で1000円払って、何かに関してはあの場内していただき、あのいただけた方に関してはちょっとあの何か別でサービスします。まあまあまあそうね、あの漬物がついてくる、そうね、漬物欲しさで何やその後に精神科をおすすめするよく俺冗談した確かにあの何やを冗談するって言ってくれてる女の子、あのありがとうございますと、どう、あーもうやさぐれるけんね、もうなあ本当に本当にお前頭おかしいんだよ、うん、いやそれは言われてやんの、お前な一歩目からお前だよ、え、うん、え、でもそうですね、ゆうきくんやっぱ出てほしいっていう意見が多いので、ね、やっぱ彼もね、近々出ていただこうかなと思うんで、来週、ゆうき王子出演させていただきます。勝手に言いました、いや、すいません、まあでもイケメン誰が欲しいのかって言ったらね、あのね、ゆうきと誰のイケメンが欲しいのかっていう話なると、俳優、あ、俺じゃねえか、そこに該当すると思ってた、失礼なやつはあんまない、まあでもね、あの来週ぐらいには痩せると思うんでね、あの来週、再来月か、再来月か今デブザと言ってるもんね、そう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 、うん、再来月ってことはもうクリスマスになるの、
そうね、やっぱクリスマスの頃には痩せてたいっていう気持ちあるかな。それはクリスマスデブそっち側最高のサンタ、やっぱクリスマスっていうのはね、あのデブっていうのはあのそうね、サンタさん、はいはいはい、ね、あ、サンタ役でね、そう、サンタ役でプレゼントする側で、そうそうそう、素敵です。だお金だけはちょっとあのちょっとね、違う違う違う、プレゼントして俺が回るから、違う違う違う、プレゼント代を僕が出すんだったら僕はサンタに行きます。助かります。お願いします。俺お酒でいいんで、先ほど紹介したばっかなんですが、来月までいるかは分からないので今しか見て見ることがよろしくお願いいたします。これで最後になるかもしれないですけど、毎日退入、まあ、毎日退入らしいです、ちなみにあの太った人の声やばくないわ、あの太ってはないんですぽっちゃりぽっちゃりなんで、そうですね、くよかな、そうそうそう、ポテピーピーピーちゃんなんで、ピーちゃんね、ピーちゃん、ああそこら辺はちょっとあの失言は、あ、逆にね、D ちゃんではないから、ピーちゃんだからってことよね、痩せなければ罰ゲームあ、そうだね、あの痩せてなければ罰ゲームをしたいなと思うんですけど、どういう罰ゲームをしていただきたいかなっていう、あ、そこをちょっと聞きたいなって、あ、なんか本来であれば、まあ、お店の掃除だったりとか、なんか歌舞伎町ゴミ拾いとかそういうつまらないものになってしまうんで、女の子、あ、ポチャリ好き、あ、ポチャリ好き、すいません、残念、これオーナーやないか、オーナーのやりつしかないか、オーナー、あ、全身体、全身体、すぐ拾う、あ、いいと思う、罰ゲームの話は、うん、でもすごい、みんないいことばっかりやなんか嬉しい、なんか嬉しい、愛されてんだな、確かに、うん、まあね、ベイマックス、まあ、アイラスターはベイマックス、あなたの言え覚えてない、ああ、あ、自腹で、自腹でシャンパンその日の客に奢る、あ、いいね、でも日払い2000しかできないからいや、シリアやりましょう、そんぐらい、そんぐらい頑張れ、無理なんじゃない、お前なんか従業員っぽいこと言ってるけどお前違うからな、まあ、退入だぞ、えちょっと変わろうかうちの政治従業員で変わろうまあ顔がでもね、涙拭きやすいこの目が、あーすごいすごいいいことやね、カビゴン、でも確かにカビゴンっぽくはあるよね、まあまあ、あーなかなか、あ、ベイマックスがね、一番カビゴンコンプレポケモンの上、うわ、コスプレ最高や、最高やあの、してほしい、あれがあったらフィールにあの届けていただけると、あのポケモンの笛、あー最高ですね、起きちゃうけど、逆にしてほしいコスプレは何かっていうのを、ね、あーね、それは俺だけ、俺だけ、俺だけ、俺だけいやいやいや、そこはそこは代表に、代表にしてほしいコスプレとか、まずはね、うん、金太郎は、金太郎から代表、代表かね、僕代表金太郎、金太郎確かに、あの金太郎の格好をしてここ全部晒そう、本当の金太郎になろう面白くないかな、お前笑ってんじゃねえかスネオの、まんまじゃん、スネオはまんまじゃん、やめえ、リアルこれ誰の、誰のあれなんだろうね、多分スネオは僕でしょ、うんうん、で、うん、ドラえもんはこっちじゃん、うん、そして、うん、からのリアル誕生日じゃ、ナリ人、ナリ人、ナリ人の、ナリ人の、ナリミヤだけにしよう、ナリミヤだったら何がいい、ナリミヤだったらジャイアン、ジャイアン誰がジャイアンや、カイリの中のボス、カイ、誰だ、会長のコスプレ、会長は誰、ちょっと深めのレンズいらん、入れてかん、一度紹介したと思うんですけど、あのいいよさ、違うよ、そういう時あるけどさ、うん、はい、頑張ろうよ、あ、来週も謝罪会見やな、まず会長に謝罪会見、誰が会長に、いや、僕は今会長のものだと思わなかったんで、いや、全然似てなかったね、うん、いや、会長、やっぱ一番似てるのって、やっぱ代表が、いや、会長も渋い声と渋い雰囲気出してくれるから、もうそんなんで真似はできません、あー、つまんま、うわ、売るな、自分のこと売るね、ほんと毎回謝罪会見まあ、いい毎回謝罪会見、それはそれで面白いけど、うん、そのたんびにちょっと、その時はメガネ外してね、謝罪会見の時は、そうか、まずあの人と話をする時はあのね、メガネを外すっていうのって礼儀だと思う、俺はレンズないから、うん、まあまあ話して、今こうやって書いてくれてる方が直接話しに来てくれた時はじゃあメガネ外します、今だって画面越しだから、え、何欲しいの、なんでお前は
と面白かった。欲しい、欲しいんだ今は。あ、ファン的なものが欲しいってこと。何オンそうだね、なんかちょっとはモテたい。まあまあ、いや、見せ見せや、わかんない、すぐモテが、モテたがるよね。うん、まずモテないからね。あ、なんかあれだよね、オーナーがなんかあのもう今年はなんかもうあっという間に終わりますねみたいな感じの話してくれって言われて、うん、あのさっきあのクリスマスの話からそういう感じにしようと思ったんだけど、お前がずっと喋ってた。ああ、そう、あ、クリスマス遅い、うん、そう、クリスマス、ね、俺これナルジンだしみたいな、ちょっと思いっきり嘘ついてみてよ。思いっきり嘘ついてみてよ。めっちゃ嘘ついて。俺メガネはめてません。違うか、今の違うな、今のちょっと違うわ。今の中ってことにして、めっちゃ嘘ついてる。実家の犬が死にました。実家がないじゃん、まず。あ、めっちゃ嘘ついてる。だって、血液型わかんねえじゃん、自分の。うん、で、うん、もうそっから勉強しよう。あら、四面楚歌だ。めっちゃ嘘ついてる。めっちゃ嘘つく。友達いますとか。友達いますわ。友達いるわ。お前友達やろ。違うよ、上司だぞ。友達だと思ってたの。してくれよ。いや、もう俺は手下や。やってくれるな、お前。めっちゃ嘘。何か言うの。手下。おお、いいね、いいね、やっぱりね。ナビは面白い。V ホスです。おじいさん、じいさん、いいよ。俺 V ホス。あ、じゃあっていう嘘をつける。 V ホスって何？ V 系のビジュアル系。あ、ビジュアル系ってことか。そう。自分で言っちゃってるんだ。かわいいね、かわいいね。俺が今ここで V 系のホストですって。僕たち V 系のホストでーす。僕たち超イケメンモデル。誰だそいつ。ですわの和は あのあっちの和であってほしいね。しぐちゃんネオホストだってよ。ん、職業いや、当たり前や、当たり前や。縦の話なんだよ。いやいやいや。でも全部悪い。エア読め、エア読め。すげえ笑ってるけど、今めっちゃバカにされてるよ。でもバカにされてるから伸びるって。オンチだからな、喋ってたのがよいな。そうだ。すぐボール。オンチだから VK。いいね。あの、387番。これを、あの、カメラに向かって言おう。でかい声で。なんて言うの？あの、ナリビアの大嘘を。ああ。ローランド。ローランさん。嘘なの。に勝ちます。言っちゃえなよ。あ、うちのセロニアスとティーローランドに絶対勝ちます。あ、ローランド違い。いや、ぽっちゃりホース、嘘なんでしょ。嘘なんでしょ。すげえ、実は体重40キロ。いや、もう最高最高。うん、やっぱ分かってくれる人は分かってくれる。実際何キロなんだっけ。それはここでは言えない。言ってよ、もう。いや、ここでは言えない。言ってよ。じゃあどこで。あ、じゃあ何キロ痩せるかを一回言おう。何キロ痩せます。12月クリスマスまでに。今からって。500グラム。今77だから。いや、言ったし。すぐ言ったゴロがいい。77だからゴロがいい。ギャンブル好きな人はすごい分かってくれると思ってで、77でゴロがいいから、うん、まあ言ったらあと3キロで70キロって書いてる。まあちょっとホストは一回休業させていただきたい。見せようとするな。一回だけ。ダメ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 、まだダメ。実際一番自分でこれぐらいだったら自分はイケメンだなっていう体重は何キロ。62。ハハ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 。やっぱ守ってもらいたい男の人ってすごいいいと思うんですけども。ある意味カロリー中だ、カロリー。そこなんですよ、おい。嘘っぽいな。カロリー。え、持ってきたでしょ。いいよ、こういうやつ。誰こういうやつ、いいよ、代表のリシャール開けてよ。じゃあなんでここのスタジオに俺のリシャールがあるの。ドカベン。ああ、ドカベンね。ああ、
どうすあれあれあれ注いでよ、注いでよ、もうマジっすか、いい、やるかな、やるかな。ちょっと待って、最初見てた。一応彼は今日あの自粛中、謹慎中です。いや、本当にあの鬼瓦やっちゃいました、今鬼瓦やっちゃいましたよ、今ねえ、本当にね、お前は今首にしようか。まあまあ、まあ、まだ退入期は謹慎中、まあ謹慎中やからね。そう、うん、おカットインすんな、春道で、あの、またカメラがずれたよね。ちょっとそっち側行こうか。腹筋、あ、腹筋はそうですね、一回スルーしますか。ああ、よかったよかった。ふざけんなよ。なんなの。俺らってずっともだよ。ないな。いや、お前と友達になるぐらいだったら俺生涯友達一人もいらないもん。いや、いるじゃん友達。あ、そうか、あ、地元に。だってほら、地元じゃ負け知らずなんでしょ。青春アミーゴ大好きじゃん。俺、うん、歌ってくれんの。え、歌ってくれ。聞きたい聞きたい。でも聞きたい人は聞いるまで。言おうと思った。今聞きたいってあったらさ、うん、見せて代表のあと3分だよって聞いてるよ、ほら。ではあと3分ということで、うんうんうん、今回の、年末までにね、一人一人絶対実行することを。アイスはアイスちょうだいよ。え、伝えていきましょう。おう、誰から。じゃあ自分からいきます。自分はとりあえず73キロ、72キロ、いや60キロ台に行けたらいいと思うんで、まあそこだけね、本当に気になる方はあの体重計持ってきていただいて、測るような感じでも全然大丈夫なんで、あの年末までなんでね、あと1ヶ月若干あるんで、よろしくお願いします。おい、夕日見てるか。オーナーな。あ、オーナーまたやる。オーナーから始めて、はい。オーナーがね、素敵に、楽しめる店を、まあ、作っていきたいと思います。そこはオーナーじゃない、お客様で、あれ15分、たくさんのお客様に楽しんでいただけるような、素敵なお店をちょっとずつでも作っていけるように努力していくので、これからもクラブフィールよろしくお願いします。お願いします。そして、冒頭にも言ったんですが、前回の放送、不適切な発言 と、不快にさせてしまうような態度等ありまして、本当に申し訳ございませんでした。これからもクラブフィールよろしくお願いします。お願いします。